それでは皆様方どうも、こんにちは。はい、まあ、すでにですね、もう席上で名刺交換をされて和やかな雰囲気で、始まっておりますが、まあ、この今回のですね、集会の最後のプログラム、ワークショップの方を担当いたします、東京学芸大学の松田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。やっぱりな、拍手が湧きますとですね、よし頑張らねばという気持ちが非常にこう高まるところでございますが、そうしましたらですね、まず私の方から本日のワークショップ の趣旨ややり方について少しお話したいんですが、昨日から、非常にですね、多彩なプログラムで、まあ、家庭教育をめぐりまして、まあ、いろんなご議論、あるいはですね、ご講演等を聞かれてくださっているところじゃないかと思います。で、今日はですね、まあ、そういういろいろなこう情報を受けられた中で、今まさにこう現場で活動されている行政の皆様方や市民の皆様方が集まられていますので、皆さんでですね、今回受けたことをいろいろにこう自分なりにこう咀嚼した上でですね、いろいろこうお話をしてみて、ここから帰るときにですね、よしじゃあやってやろうみたいなですね、そういうこうエネルギーを皆さんでですね、生んでみたいというのがですね、今回のワークショップの趣旨になります。で、いろんな、まあ、テーマがですね、例えば直近のものですと、午前中は訪問型のですね、家庭教育の支援のチームの問題や、あるいは生活習慣の問題、さらには昨日はですね、事例、さまざまな事例やご講演も大変ですね、好評だったと伺っております。で、そういう中で、まあ、ある種ですね、共通点があるとすれば、まあ、現在やっぱりつながりという言葉ですね、あるいはネットワークと言ってもいいかもしれません。さまざまな人が、それぞれの立場から、子どもたち、まあ、あるいは家庭の教育をですね、支えていこうということで、みんながこう手を携えてこうつながり合っていく。で、家庭も子どもたちもお母さんお父さんもですね、保護者の方すべてがやはりこう孤立化して家庭教育に向かうんじゃなくて、つながりの中でですね、進めていくというようなことが、まあ、ややもすればこう、どうしてもですね、ちょっと一人という形で、動きがまあ多い家庭教育において、まあ、今、求められているものの一つなのかなと思ったりします。まあ、そういう意味ではですね、このワークショップ自体もぜひこうご参加の皆様方がもう広い意味で、あるいはいろんな意味でですね、こうつながりを持っていただいた上で、ご自身の現場に帰っていただくというのも大変大切なことだと思いますので、そういうことがまずですね、大きな趣旨としてあるというところでございます。で、始める前に、そういう意味ではちょっとつながりをということで言いますとですね、私は実は先ほどから気づかれていると思いますが、東京学芸大という東京の、まあ、教員養成大学にいながら出身は関西でございまして、こういう場ではまず人洗いを取らないといけないと小さい頃から教えられてきてるんですね。で、今日も実はネタを用意はしてきたんですけれども、ややちょっと空気感が重いかなというのがございまして、で、それならば皆さんにご協力いただきた方がいいかなというので、ちょっとですね、短い時間お力添えいただけたらと思います。お隣の方とか前後の方と両手をつないでいただいて万歳していただいてよろしいですか。すいません。はい、後ろの傍聴の方もぜひお隣同士で皆さんで お手をつながれてですね、はい、ありがとうございます。じゃあ下げてください。次はですね、私がつないでいただいた上で言うこと一緒、やること一緒、上と言いますので、そしたら大きな声で皆さんで手をつないでいただいて上に上げていただいてよろしいですか。ちょっとしたゲームです。よろしくお願いいたします。じゃあ手をつないでください。じゃあいきます。言うこと一緒、やること一緒、上、下、下、上、ありがとうございます。さすが、やはりつながりの中のですね、家庭教育の皆様方で、今度はですね、言うこと一緒、やること反対ってやります。私が上と言いましたら、言うことは一緒ですから上と言っていただきながら、やることは反対ですので上と言いながら下に下げてください。じゃあいきます。そのまま、言うこと一緒、やること反対、下、上、下、かなり怪しくなってきましたですね。今度はですね、言うこと反対、やること一緒です。ちょっと頭の中整理してみてくださいね。じゃあいきます。
言うこと反対、やること一緒。上下下上上。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。まあつながり感というのはこういう形でですね、やっぱりみんなでこう元気が出ます。やはりどの家庭にもどの子どもたちにもですね、家庭教育というような範囲の中でですね、こういうある種の元気、まあ、もちろんこんなふうにこう いっぱいいっぱいこう前に向いて走るだけが元気ではないですけれども、こんなようなことをですね生かしながら、本日ですね進めていきたいと思います。まあ、およそ80分のお話し合いというなってますが、きっとあっという間で、終わってしまうと思います。その後少し皆さんのですね話し合いの内容をお互いにまたこう共有していただいて、最後、まとめという形で終わっていきたいと思います。ちょっとこれから進める内容を簡単にまずご説明します。まあ、今さまざまに皆さん思いをお持ちだと思いますので、現在使われているまずテーブルで、自己紹介をですね簡単にされてください。ただ1人1分喋ってしまいますと5分もかかってしまいますので、できるだけ手短に、インパクトが強く、自己紹介をくださればと思います。でその上でですね1人だけリーダーを決めてください。その方は2回目もそのテーブルに残っていただきます。2回目もそのテーブルに残るというのはどういうことかと言いますと、その他の方はですね1回目の話し合いが終わったら、どうぞご自由に、他のテーブルに動いていただきたいんです。お一人だけは残ってください。で残ることの意味は、前の回のお話を、まず2回目の回でお話しいただくということです。ただですねその方はずっと残るのかというとそうではなくって同じことを繰り返します。でそのリーダーの方が残っていただいて席をシャッフルします。でシャッフルして新しいチームになりましたらまた自己紹介をしていただいてリーダーを決めます。ただし1回目にリーダーになられた方は2回目はリーダーになれません。そういう形で、また始めます。で3回目の時はその、リーダーの人だけ残っていただいてまたシャッフルします。そんな感じでですね人の、関係はどんどん変わっていきます。ただ前の回までの話がどうだったかということは残っていただくお一人が手短に伝えていただいてそこからスタートするというそういうやり方です。まあ、ワードカフェというのは最近皆さんもよくですね目にされることも多くなっていると思いますので、慣れていらっしゃる方は、慣れていらっしゃるかなと思います。でも初めてという方もたくさんいらっしゃると思いますので、コツはですねそんなふうに人が変わっていきますのでそのテーブルに入った時にそこまでのですね話の情報をできるだけご自身でキャッチしていただいて、もう全然トンチンカンでも構いませんので、すぐにその思われたことをどんどんお話しくださるということです。つまりですねあまりこだわらずにパッと聞いたことに対してパッと自由に話をしていく、その中でその場で4人5人のお話がどんどん盛り上がっていってですね、あじゃないこうじゃないってこう自由にお話をどんどん積み重ねていただく、まあ、そういう創造的なですね、そしてみんなでこう練り合わせていくというそういうようなお話し合いの仕方を、お願いできたらと思っているというところです。時間は毎回20分です。でこちらタイマーがございますので20分経ったらブーッとなります。でなったら、どれだけ、熱心にお話しされてても一旦そこでじゃあねっていう形で、潔く、別れてください。でそれでまたですね、違うところへ行っていただければと思います。で4回目、最後ですね4回目の時には、まあ、そこまでの話をできるだけ、ある程度まとめてみてください。まとめるというのはですね実はこれからお話しますけれども、まず1回目のチームには、どんな話をしようかっていうテーマをですね実は話し合っていただこうと思ってます。このテーブルではこんなテーマで、あと3回やってみようということにしましょう。ただあと3回自分は関わらないですね。ものすごく無責任なテーマの立て方です。後の人頼むねっていうそういう感じです。でもこれ話すのは大事なんじゃないっていう形でもう置き土産で結構です。でただ2回目以降はどなたもがその行ったテーブルのテーマを引き受ける必要があります。私そんなこと話したくないのにと思っていてもそのテーブルがですね家庭訪問型のっていう形になったら、そこでですねいろいろご意見をいただくという、そういう形になります。まあ、ですのでそのテーマに対して4回目はですねある程度こういう話にグループではなりましたっていうことを、まあ、できるだけこの機上にあります模造紙にですね、
少しこうまとめていただくという形でお願いできればと思います。次、2つ目です。できるだけお話し合いされた内容の、痕跡のようなものをもう目いっぱい残していってください。というのは、2回目にこうグループが変わったときに、リーダーの方はお伝えくださいますけれども、他の3人の方は分からないですね、前の話。で、もちろんそこで全然違う話されてもいいんですけれども、つないでいくとか、みんなでつながって考えていくっていうことが意図ですので、最初にどんな話をされてたかなというのを、何かこう調べれるようなものがいっぱいあれば話しやすいですね。そのために普段はこうお話し合いなんかされてますと、ご自身でメモを取られると思うんですけれども、そのご自身で取られるメモを付箋とか、あるいは机上にあります模造紙にもう殴り書きしていってください。そしたら柱の傷のような形でですね、次の方がいらっしゃって、ふむふむ、なるほど、こんなこと話してたのかってですね、であるいはですね、暑いとかですね、会場温度暑いとか、すいません、今完全に滑りましたけれども、急にこんなタイミングでこんな冗談が来るとは思っていらっしゃなかったようですので、文脈を違えましたが、何でも結構ですので、とにかく思われることをしゃべりながらメモいただくと、痕跡をいっぱい残していってください。そういうことをこう使っていただきながらお話し合いをしていただくということでございます。で、最後ですね、4回目が終わりました時点で、その後の共有の仕方というのは、その時にまたですね、皆様方にお伝えしたいと思います。そのような形でまず進めたいと思いますので、初回の話し合いですね、こういうテーマでいこうということで、模造紙の、少し上の部分に大きなですね、このチームの、テーブルの話し合いのテーマというものを、マストで まとめていただくと、そこだけは、ちょっとお願いしたいということでいきたいと思います。で、テーマが早く決まれば、もう1回目もどんどんいろいろ話してくださったら結構です。1回目20分です。それではまず自己紹介からリーダー決め、そしてテーマ決めとお願いしたいと思います。じゃあよろしくお願いします。よーい、スタート。こういう話に大体結局はなったと思いますというようなことがどこかで分かるようにですね、少しこう御曹司の方に書いて、四角囲みにしておいていただければと思います。それではよろしくお願いいたします。どうぞ。はい、どうもありがとうございました。20分のですね、お話し合い4回、時間の方がですね、ちょっと参りましたので、ひとまずここでですね、区切りをつけたいと思います。皆さんのですね、その本当にこう熱い思いみたいなものをすごくこう感じる空間でして、机の上にですね、実はお菓子が置いてあったんですけど、ほとんど手をつけられてないですね。どうぞ今ちょっとお菓子をぜひ食べていただければと思います。本当にですね、あっという間の80分なんですけれども、さまざまなご視点でもさまざまなご意見がですね、テーマをめぐって交わされたと本当に思います。で、せっかくのですね、まずこれものすごい財産だと思うんですね。もう本当に現場にいろんな形でお関わりくださっている皆様方がいろんな観点でこういろんなお話をされたこの痕跡が机の上に本当に広がってございます。これからですね、皆さんがどんなことをお話しされたのかということを全体でですね、またいろいろこう見ていただきたいというふうに思っています。で、その際にもうぜひですね、携帯電話だとか
そういうものをお持ちな方がほとんどだと思いますので、あの写真でもバチバチ撮っていただいてですね、でお持ち帰りいただきまして、地域の皆様方にでもですね、こんな話だったよ、ここ面白いとこだよとかっていう形でぜひ資料として使っていただければと思います。ただその前にですね、それをするためにはですね、ここでこう書いてくださったもの、これを皆さんの財産という形で扱いたいんですけれども、書かれた方、著作権を、主張される方いらっしゃいますでしょうか。よろしいですか。ありがとうございます。じゃあ皆さんの財産ということで、どう使っても構わないということでご了解いただいたということで、最初の10分間ですね、まずちょっとリーダーの方が申し訳ございませんが、机の、向かって右側に、こういう形で立っていただいてですね、でずっとこう回ってこられて、いろいろこうカメラ撮られながらですね、ここってどういうことなんですかとかっていう質問があった場合は、このリーダーの方がですね、あそこはねって言ってちょっとご質問を受けてください。はい、それでは皆さんどうぞ、お回りください。お願いいたします。どうぞ。それでは本当に皆様方お疲れ様でした。本当にこうご熱心にですね、いろいろこうご質問やご意見を交わされる姿を見まして、随分今日ですね、新しいネットワークといいますかですね、つながりができたと、本当に実感しましたし、今日いろんな形でこう受けられた刺激とか、ネットワークとかそういうものをですね、ぜひお戻りになられてですね、ますます今後の活動にですね、生かしていただけるんじゃないかという、こう強い実感を持ちました。これでこのワークショップもですね、いよいよこうまとめの時間になってきているわけですけれども、いかがでしょうか。ここでぜひちょっと私一言言いたいわという方がいらっしゃいましたら、ご感想でも結構ですけれども、お一人お二人お願いできればと思うんですけれども、いやありがとうございます。それでは皆さん拍手でお願いいたします。はい、感想です。鳥取県教育委員会の稲村と申します。今日ワールドカフェでいろいろなグループを回らせていただいたんですけれども、そのグループの中にいろんな所属でいろんなことを頑張っておられる方がおられまして、ああこんな風に頑張っておられるなということをたくさん刺激を受けたんですけども、最後のグループが行政が集まったんですね。そうすると行政っていうと話が膨らまないことがよくわかりました。ですのでやはりいろんなところで地元で会をするときにいろんな業種の方に集まっていただいて、いろんな刺激を受けることが次の一歩になるんだなっていうことが今日一番強く感じたことです。以上です。ありがとうございました。どうもありがとうございました。たまたま4名行政の方が集まられたんですね。もう大変素晴らしい出会いじゃないかと思います。それではもう一人いかがですか。皆さんお疲れ様でした。今桜の咲いてます沖縄県本部町から参りました山城幸恵と申します。感想を言わせていただきますと、先ほどのお話を聞きながら感じたんですが、私は逆にですね、一母親代表おばさん代表として来てますけれど、おばさんに怖いものはないなと改めて実感をしまして、本当に何回目かのテーブルだったんですが、お母さん同士の会話で非常に盛り上がったんですね。それで本当にやはりこのいろんな意味でこれから私たちおばさん世代が地域のおせっかいおばさんになってですね、頑張っていこうかなと決意を新たにしました。以上です。ありがとうございます。本当にですね、皆様方 のいろんなこうご意見やご視点が、重なり合ってですね、大変こう大きなですね、力になっている、そういう気を本当に強く持ちました。ちょっと見させていただきますと、やはりかなりこう共通の課題というのがですね、やはりこうどの地域でもどういう立場でもお持ちになられているんだなということも改めて思いました。全てがということではないですけれども、例えば結局ですね、働きかけに応じていらっしゃるような保護者の方はまだいいんだけれども、いらっしゃらない方ですね、そういう方にどう届けていけばいいのか、そういうご課題をご検討くださったグループというのは非常に多かったように思います。でまたいろいろな形でですね、家庭教育支援を行う中で、やはりこう人の動きですね、
まあ、その人材をどう養成するのかということも含めて、あるいはさまざまな連携、あるいは共同というようなあり方ですね、そういうことを含めて人がどういうふうにこうつながり合って動いていけばいいのか、そのあたりもですね、かなりこう共通のですね課題として上がっていたように思います。で、こういうことはですね、私のところでこういうふうにうまくいったよとか、こんなふうにうまくいったよということがどんどんこうお互いにこう情報交換し合いますと、アイデアがどんどん膨らんでくると思いますので、まあ、そのために本日のですね、ネットワークなんかもぜひですね、ご活用いただきまして、まあ、ご一緒になってですね、家庭教育支援が、より進めていければと思います。それでは大変ちょっと拙い司会で恐縮いたしますが、最後のプログラムのワークショップ、これで終わらせていただきたいと思います。はい、お願いいたします。ありがとうございます。じゃあはい、ありがとうございます。大変ですね、ちょっと慎んでちょっと名刺をいただきたいと思います。それではもう皆様方全員に対してですね、それぞれに拍手をして終わりたいと思います。どうもありがとうございました。